エーテルだまりやアカシアが増えたせいで。帰ってきたか、クライブ。カンベルの様子はどうだった？ああ、実は。そんなことがあったとは。ひとまずみんな無事でよかった。しかしお前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。前の隠れ家から回収したものはどこに？使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品としてエンジャに渡した。シドの私物もミドに渡しといたからな。あるとすれば工房だとは思うが。わかった、念のため調べてみよう。アンバーやラザロガイはエーテルだまりに沈んで。ミドのやつ、エンタープライズとやらを。これはシドの研究記録か。何やら難しいことが書いてある。他を探そう。こんにちは、シド。何かお探しですか？エンタ…シドのタバコ入れだ。さすがにこれではないだろう。シド、カンベルが襲われてるって聞いたよ。造船所にいるミドは無事なのかい？これは確かシドの部屋に置いてあった人形だな。なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物、まさかそれがエンタープライズの部品。ミドが初めて作った装置、うん、オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、手がかりは見つかったのか？教えてくれ、オット。ミドが初めて作った装置とは何だ？初めて作った装置？ああ、あれだ。オーケストリオンさ。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで、シドもみんなも大層驚いたもんだよ。それがどうした？どうやらその中に、シドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。ほう、そいつは面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。調べてみるといい。
エーテルだまりやアカシアが増えたせいで外でカンベルが大変なことになってるんでしょう。ミドたちは大丈夫なのかしら。やっぱり変だね。うん、やっぱり変だよ。テト、クロ、どうした？シド、大変大変。オーケストリオン壊れちゃった。どういうことだ？たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。ほら、お前たち何かしたのか？何もしてないよ。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。こうやって。ほら。ほらって。調べてみるからそこをどいて。何か引っかかってるみたいだな。シド、治る？オーケストリオン、治る？ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った！治った！でも、これ知らない音。知らない音が鳴った！シド、すごい！聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよクライブ。それがシドの宝物だ。以前奴が見せてくれたのを思い出した。夢のための最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれクライブ。そいつがエンタープライズの部品だろう。なあ、分かった。シドの思いと合わせてミドへ届けよう。二人とも、ちょうどよかった。タルヤじゃないか。どうした？今しがた、ザンブレクの王子様が出て行ったわ。ディオン・ドゥ・サージュが？さっきまで寝てたのに、ちょっと目を離した隙に。世話になったって書き置きを残してね。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。そうか。彼も一国の世継ぎだ。きっと考えあってのことだろう。あんたがそう言うならいいんだけど。それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのかしらね。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてねクライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。何か用かい？何が欲しいんだい？また来ないよ。
クライブ、ありがとう。なんとか行けそうだ。シドも喜ぶ。親子で設計した船がいよいよ出航だ。追いつけそうか。あっちは新型の大型船で足も速い。それにこの季節は追い風だ。これまでの船ならとてもじゃないけど無理だろうね。でもこいつは違う。こいつはエンタープライズだ。父さんのミスリル機関なら必ず追いつけるさ。期待してる。兄さん、バルナバス王について知ってることは？歌に聞くくらいだ。大陸から渡ってきた流れ者で、剣の腕一つで王にまで上り詰めたと。そしてオーディンのザンテス剣、あれは万物を切り裂くとも。だが今悩んでも仕方がない。まずはできることをしよう。兄さん、ガム、ここにいることがバレたか。ミド、敵だ。え、時間を稼ぐ間に支度しろ。急げ。くっそったれ。総員配置につけ。ここで食い止める。任せてくれ。何よりよ、若い者に負けん。この巨人の斧の餌食にしてくれ。
片付いたか。みんな大丈夫？支度ができた。出航するぞ。ふん、乗ってやろう。待て。そんな奴は確かに。あの違和感はこれだったか。兄さん、奴は人じゃない。魔法で生み出された魔物だ。お前たちはこんな奴らと戦っておるというのか。まだいけるか。当たり前だ。誰に言ってやがる。わしとて王子は首狩りバイロンと言われた身よ。この有象無象ども一人残らず血祭りにあげてくれるわ。メイド、聞こえるか。船を出せ、今すぐ。むちゃくちゃだよ。ああ、もう罰量急げ。全身微速だ。こいつらはアカシアを相手にするのが勝手が違う。みんな十分に気をつけて。何、巻き割りで鍛えたこの不実で一刀両断よ。ダイナミック。どんだけ湧いてくるんだよ。逃げ場はない、やるしかないぞ。言われなくても分かってるよ。クソ、ほら俺はこっちだ。クソったれ。
何の用？食事を出すだけでこの始末か。無駄なことを。お前はミュトスの贄だ。おとなしくしていろ。船を漕ぐなど何年ぶりか。お前と再会してからというもの、毎日が賑やかだよ。お前たちの敵というのはどんなに強大か分かった。これからもずっと奴らと戦っていくのだろう。はい。人が人として生きられる場所を実現するまでは。へえ。まったく、何かを決意した時のエルイン兄上と同じ目をしておる。わしが共に戦ったとて斧が一本、戦においては微力に過ぎんからな。ならばランデラの旧友を頼り、ダルメキア軍を動かして大きな力となろう。二人とも兄上の思い出話がまだまだあるんだ。わしが語り尽くすまで死ぬんじゃないぞ。いいな。分かってます。そちらもどうかお気をつけて。体をいとえよ、ジョシア。約束します、おじさん。待っておれよ、おいたち。必ず援軍を連れて戻るからな。じゃあな。しっかり漕ぐんだぞ。さあ、こちらが役目を果たす番だ。僕たちもしっかりしないとね。この山頂、これを私が。なんてことを。
ってるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま全身全速、ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員セッターを用意。さあ大一番だ。寄せられたか、ミュートス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。斬鉄剣にどこまで耐えられようか。これはまずい。Let's go.
答えてくれよ。シドを殺せ。帰るわ。何なんだ
しっかりしろ。話は後だ。出よ。立てるか。ええ、大丈夫。かわした。フェニー。お前も火の粉の片割れなら、その力で足掻いてみせろ。大丈夫か。どうにか。あんな上に。ロシアはどうした。フェニックスか。さて、死んではいないだろうよ。ミュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界は
程なく黒に染まる。全ての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも。世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ミュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。まだ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあ、かかってこい。ジル、下がっててくれ。クライム、でも心配ない、頼む。本土ハソキ様を倒す。よくもまあ吠えるぞ。だがそれほどにしつけがいがあるというか。
した、もうしまいかね。クソ、クライブ、気づかぬか、お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュトス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな行使で体を蝕む、最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざるものへと変貌していくのだ。召喚獣と、それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された荷。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る、それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできぬ。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなんですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響。ならばその自我を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよう。陸まではすぐよ、走り抜けましょう。ジル、行けるのか。長くは持たないけどね。
無事かしら。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り、救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。答え。クライ。
あなたが。あなたが全て背負う必要なんて。ようやく分かったんだ。俺が背負っているもの、罪も思いも、その全てが俺自身を人にとどめてくれることに。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。このあとすぐバルナバスを追う？いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきことを。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。
一度隠れ家に。まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから再びこの地。話を聞いたぞ、クライブ。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。おかしいな。何か用かい？何が欲しいんだい？持ってきな。いい選択だ。ちょうどいただくよ。最近の食事はどれも似たりのひと仕事してやろう。どれが欲しい？よし、できたぜ。またな。